大手饅頭は、岡山市の菓子保、大手饅頭伊部屋が製造する和菓子。岡山市の土産菓子である。大手の略称でも呼ばれる。薄皮の酒饅頭であり、饅、ま、頭の表面随所であんの黒色が透けて見える外見を持つ。1980年代以降、饅、ま、頭の一つ一つが巾着を思わせる紙箱に包まれた形で提供されている。大手饅頭伊部屋は、 最中も製造しているが、今でも売り上げの9割以上が、大手まんじゅうである。皮はまず、備前米を材料として麹から作り、もち米などを加えて、日数をかけながら、甘酒とし、これに小麦粉を混ぜて発酵させて、生地としている。一方で、あんは、北海道産小豆を白相当で練ったこしあんで、これを薄皮で包んで蒸し上げている。岡山市の土産菓子としては、 きび団子に比べ対外的な知名度では劣るが、岡山市民を中心として、非常に愛着を持たれている菓子であり、日常の贈答には多頻度で使われる。いわゆる、紅白饅頭、葬式饅頭もこの大手饅頭であることが多い。また、岡山市民が県外に土産品として持っていくことが多く、土産品売り場において、きび団子を買うものは、他地区の者の、大手饅頭を買うものは、 地元のものとはっきり分かれる傾向にある。また、出来立ての温かいものは特に人気があり、売り場でもその表示がされることもあり、温かい饅頭を指名買いをするものも少なくない。1837年に創業した大手饅頭は、岡山城大手門の近くに店を構えていたことから、その饅頭を好んだ、当時の岡山藩第七代藩主の池田成都市からその名を授かり、 その後も池田次第大の藩主が愛好した。岡山市出身の小説家、内田百も大手万獣が大好物であった。百は大手万獣について随筆でも幾度となく研究しており、大手万獣になら押し潰されてもいいとまで書いている。現在も本店は旧岡山城下町であった岡山市北区京橋町にあるが、製造工場は現在は、 同志中区お町に構えている。これは、名水百選にも選ばれたお町の冷静の水を大手万頭製造に課すためである。ありがとうございます。